フィリップ・ J ・フィル・コールソンはマーベル・スタジオズ制作の複数のスーパーヒーロー映画のクロスオーバー世界であるマーベル・シネマティック・ユニバースに登場する架空の人物である2008年の映画アイアンマンで初登場俳優はクラーク・グレッグが演じた日本語吹き替えは主に村地学が担当コールソンを演じるクラーク・グレッグ。 SHIELD のエージェント。立場上、任務では霊言とも受け取れる行動を取ることも、稀にあり、若干つかみどころがないような雰囲気だが、基本的には、並大抵のことには動じないほど冷静沈着な、姿勢で職務にあたり、恩和で、紳士的な性格であるため、SHIELD 内外問わず、彼を信頼する人物は多く、敵対者からも一目置かれる器量の持ち主である。 新米エージェントの頃は、現場に不慣れな様子もあったが、上官の命令を無視してまで自ら状況を判断して行動する姿も見せるため、同時期のニック・フューリーから唯一自分を嫌っておらず、筋がいいと評されており、現在では SHIELD 副長官のマリア・ヒルト肩を並べて、フューリーの片腕となった。スティーブ・ロジャース、キャプテンアメリカのファンでもあり、 彼のトレーディングカードや様々なアンティークグッズのコレクションを趣味としている。MCU 作品では、コールソンは主人公のサポート役として登場し、物語上で SHILD e の存在を表すのに使われる。しかしながら、マーベルワンショッツでは、コールソンにスポットライトが当てられ、差し迫った脅威の中でスーパーヒーローが周りにいないという状況に置かれる。 庶民的な第一印象とは裏腹に、部下や同僚たちに対する指揮能力と統率力、的確な作戦立案能力、波の敵兵やテロリストをあしらえる、格闘戦の技能と重火器の腕前まで、年季が入ったエージェントとして確かな実力を持っている。2011年8月、マーベルは、マーベルワンショットと呼ばれる、オリジナル短編映画に、コールソンが登場することを発表した。 マーベルワンショットでは、コールソンの SHIELD エージェントとしての1日に焦点が当てられる。第1作、相談役は、マイティ・ソーのブルーレイおよびブルーレイ 3D に収録され、時系列的には、アイアンマンに、マイティ・ソー・インクレディブル・ハルクと、アベンジャーズの間の物語となる。また、キャプテン・アメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーのブルーレイに収録されている、第2弾、 ハンマー墜落現場へ向かう途中での出来事では、アイアンマンにで、トニーの屋敷を去ってから、マイティソーで、ハンマーがあるクレーターにたどり着くまでの間の出来事が、描かれる。アルティメット・スパイダーマン2011年のコミコン、インターナショナルにて、グレッグが、放送予定のテレビアニメ、アルティメット・スパイダーマンで、SHIELD のエージェントであり、スパイダーマンが通う学校の校長でもあるコールソンの、 声を担当することが発表された。エージェント・オブ・シールド映画、アベンジャーズでロキによって殺されたと思われていたコールソンだったが、実際は生きており、アベンジャーズの後日談である、テレビドラマ、エージェント・オブ・シールドでは、グレックが演じるコールソンが、シリーズのヘッドラインとして出演することが発表された。なお、ドラマのパイロット版でもグレックは、コールソンを演じている。 シーズン5、シーズン6、シーズン7、2010年、エージェント・コールソンは、マーベルのデジコミックスであるアイアンマンにフィル・コールソン、エージェント・オブ・ SHI e l d 1と、アメイジング・スパイダーマン・デジタル13に登場した。ありがとうございます。